せーの、いや、みんなこんにちは。ポンポミよりだよ。はい 今回はこの間ね、別のカラコンを紹介したんですけども、今回はこちらのバンビシリーズのヴィンテージブラウンを紹介したいと思います。この間もこちらの増若翼ちゃんがプロデュースしてる、カラコンでバンビシリーズのアーモンドってやつを紹介したんですけども、その動画をまだ見てないよって方は下の説明欄とかから見ていただけると嬉しいなと思うんですけども、こちらのですね、増若翼さんデザインのプロデュースのエンジェルカラーバンビシリーズのヴィンテージは4種類があって、今つけてるヴィンテージブラウンっていう色と、あとヴィンテージヌードっていう色と、ヴィンテージオリーブ、ヴィンテージブルーっていう4種類が出てるんですけども、私が買ったのはこちらのヴィンテージブラウンなんですけども、アップで見るとこんな感じで、着色直径が意外と小さくて、見た目よりもナチュラルに見えます。縁はね、綺麗にボケてる感じになってて、で黒目のね、近くの方は結構明るいブラウンになってて、色のメリハリがあってすごい可愛いなって思いました。遠目から見るとこんな感じなんですけども、ですね、意外と着色直径が小さいので裸眼に近いナチュラルな感じかなって思いました。で、こちらは10枚入りのセットと30枚入りのセットとあるんですけども、10枚入りが1998円で、30枚入りが3672円らしいです。で、こちらレンズの全体は 14.2mm なんですけども、着色直径が 13.6 っていうね、結構小さいサイズになります。前回紹介したアーモンドよりはこっちナチュラルなんですけども、まあしてたらしてたでバレると思うので、学校にしていきたいよっていう方はちょっと校則がね厳しいところだと、まあ、バレてしまうので、これは向いてないと思います。まあたまにね、カラコンを遊ぶ時に使いたいよって方は、まあ、ワンデーのこれをおすすめしたいなって思います。で、つけ心地なんですけど、これベースカーブが 8.5 なんですよね。で、普通市販で売られてるカラコンは 8.6 が割とベーシックなサイズかなって思うんですけど、まあ、8.5 なので普通よりもちょっとね、カーブがかってる、ベースカーブが9?になってるんですけども、まあ確かにつけた最初の方はちょっとゴロゴロするなっていうか、ちょっと合ってない感じがするんですけども、まあその後ね、目薬とかさせば、まあ、普通に馴染むかなって感じでした。で、ベースカーブは眼科に行って調べてもらわないとわからないと思うので、まあ、カラコンをね買う時は必ずベースカーブ、自分の目のベースカーブを測ってもらってからちゃんとカラコンをね買うようにしてください。自分の目のベースカーブに合ってないものをつけてしまうと、ゴロゴロしたりだとか、あと瞬きした時に、レンズが動いてしまったりするので、ちょっと危険な状態になってしまうので、まあ、ベースカーブをね合わせるのはとても大事なので、ぜひ調べてもらってからつけて買うようにねしていただけるといいかなと思います。もう一度近くで見るとこんな感じなんですけども、小さめなので漏れるかって言われたら、まあ、ちょっと若干ね、裸眼よりちょっと裸眼よりは全然漏れると思うんですけども、ちょっと漏れるかって言われたら、まあ別にそんなかなって思いますね。このレンズの感じはすごく好きなので、私はねこのデザインのレンズのもうちょっと、まあ、着色直径が 14mm くらいのがあれば欲しいなって感じですね。まあ、リピートもね別にしないっていうわけじゃないし、すごい良かったんですけど、まあ、ちょっと物足りないかなって私は思いました。まあね、ワンデーで10枚入りのやつもあるので、まあ、10枚入りだったら、まあ、片目ずつつけて5日分だったりできるので、まあ、1900円でちょっと5日分にしてはちょっと高いかなっていう感じなんですけども、まあ、ワンデーはね高い、まあ、仕方ないと思うので、まあ、お試しで使うんだったら、まあ、10枚入りを買って5日分使ってみるのもいいんじゃないかなって思います。というわけで今回はこちらのエンジェルカラーのバンビシリーズヴィンテージブラウンを紹介しました。まだチャンネル登録がお済みでない方は下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。この動画がねためになったよって方はグッドボタンお願いします。というわけでポンポミゆりでした。バイバーイ。参考になれば嬉しいです。
ぜひチャンネル登録がまだな方は下のチャンネル登録